おはようよ。あら。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃおうぞ。やってきました。はい、ということで本日は東京は新宿にやってまいりました。私はね、今年の2月頃にですね、タイのプーケット、チェンマイ、バンコクということでね、タイの激辛武者修行行ってきた私なんですが、あれから数ヶ月経って日本に帰ってきたわけですけども、久しぶりにあの味が味わいたいと懐かしく思ったんでね、今日は激辛タイ料理に挑戦していきたいと思います。激辛桃ラーメンということで、タイっぽい感じの激辛ラーメンということでね、タイではおなじみのね、激辛唐辛子プリックポンを使っているということでね、果たしてどんな辛さが体験できるか楽しみでございます。本日のお店がこちらです。ドン桃タイでございます。じゃあ、ももっていうのはね、これオーナーさんがももこさんっていう方でね、そこから多分来てると思うんですけれども、人気ナンバーワンメニューはこのももタイラーメンなんですかね。そしてこちらありました、激辛ももタイラーメンということで、今日の目当てこの激辛ももタイだからね、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。すいません、激辛ももタイラーメンでお願いします。はい、はい、はい、ということでこちらが来ました、激辛桃タイラーメンということでね、タイの屋台以外でね、嗅いだあの懐かしい香りがしますけれども、うまそうだな、おいということでね、いただきます。さあ、激辛桃タイラーメン、お手並み拝見ですよということで、さあ、まずはね、こちらのスープからいきましょう。いただきます。喉の奥を突き抜けるこの辛さ、タイの香辛料ですからちょっとね、酸っぱ辛いですけどね。うわー、これはスパイシーだ。入ってる具材は豚肉をなんかスパイシーに炒めたもの、もやし、あとね、麺が特徴的でね、これね、タイの麺らしいんですけども、普通の日本の麺に比べると非常に短いですからね、海外の人はこれ麺とかこれズルズルすすりませんからね、だから食べやすいようにこう短く切ってるあると思うんですけども、アロイ目の覚めるような辛さ。これ珍しいのはこれミントが入ってるんですよ。珍しいですね。だからこれミントをこう口にすると非常に爽やかな香りが口いっぱいに広がりますけれども、麺がすごいボリューム。パクチーも入ってますね。文字通り激辛ですよ。トムヤンくんっぽいですね、なんか。食べても食べても麺が減らないな、こういった。すごいボリューム。これが一人前なのかと。そして辛い。全身から汗が吹き出たということでね、ここでさらに追い込みをかけましょうということで、こちらの卓上唐辛子、これでいこう。さらに追い込みかけるよ。これは辛い。
すごいな、全然減らねえぞ。どうなってんのこれ。食べるとき気をつけた方がいいんですけど、麺すすったときにスープがこう顔にバシャンとこう跳ねるんですけども、こう激辛スープですから顔に当たるとね、すごいヒリヒリする、激痛。これから少しでも辛さをやらげるために具材とスープを分離させております。スープが赤くなくても辛いですから、辛いもんは辛い。中本の北極ラーメンより全然辛いね、これね。さあ、麺と具材は食べ終わったので、ね、残すはこのスープのみとなりました。口はしびれ、全身から汗は出て、スープが跳ねて顔は激痛。ほんとね、激辛料理ってほんとね、食べるのだけでも体力使いますから。ごちそうさまでした。あおペペ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 、辛かった。うわ辛かった。なんか顔痛いなと思った。唐辛子は顔についてた。辛さが容赦ない。タイを感じました。ここはね、東京の新宿ですけれども、口の中、胃の中はね、完全にタイにいます。辛さレベル 8.5 ぐらいかな。 8.5、 文句なしの激辛でございます。はい、激辛好きな方はぜひ食べてみてください。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画通知のね、設定もね、ぜひオンにしていただけると、ジョニーの動画がね、更新されたらピンと通知がいきますので、ぜひ設定の方オンよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。